はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。はい、神木です。よろしくお願いしますすげえキレッキレだったよ、今というわけで今日も神木さんと動画を撮っております。はい、お願いします。これね、やっぱみんな見たいと思うんですよ。神木さんとのワンピースマニア対談。もうこれずっと撮りたかったんですよ、僕。はいはい、はい。まあ、ワンピースをまあ僕ら本当に愛してるじゃないですか。はい。そのワンピースにまあいつ出会ったとか、そのね、うんうんうん、まあワンピースに絡まることをもう全部ちょっと二人で話していこうよという企画でございます。全部話していきます。じゃあそれ撮っていきたいと思います。はい。それでは行きましょう。お願いします。じゃあ早速行きましょうか。はい。はい。まぁ、あ、ちょっとね、僕がね、質問して、神木さんちょっと答えてもらうみたいな感じでいこうと思うんですけど、はい、で、まず、まぁ、あ、やっぱりね、ワンピースもうこんだけハマってるわけじゃないですか、我々。はい。その、神木さんがワンピースハマるきっかけをちょっと聞きたいんですけど。はですね、うん、途中からなんですよ。はいはい。最初から読んではいるんだけど、うんうん、途中からで、はい、でも兄の影響ですね。あ、はいはいはい。兄が結構ワンピースっていうか、漫画をたくさん集めてて、うん、はい、大学に、東京に行く機会になって、うん、部屋に残していったんですよ。あー、なるほどなるほど。でたくさんあった漫画の中から、うん、他は全部売ったんですけど、うん、牛尾と虎とワンピースだけ置いていったんですよそこだけそこだけで、牛尾と虎僕めちゃくちゃ好きだったんですよ、はいはいはい、でその兄が残したその牛尾と虎ともう一つワンピースっていうのが、まあ、兄が大事にしてたんで、はい、続きを買ってあげようと思ってずっと買っていってたんですよ、はいはいはい。で、文字数が多くなってきてですね、うん、ウォーターセブンぐらいから、はい、理解がですね、はい、ちょっと完璧に分かんないとちょっと嫌な人なんで、はいはい、分かんなくなってちょっと読み返し始めたんですよね。はあ、はあ、じゃあウォーターセブンもね、割と普通に、そうです、一般的にっつったらあれですけど、そうです、はいはい、で他の漫画もたくさん持ってたんですよ、はいはい、ある時なんかピシッときて、はい、これはもうワンピースで全部いいと思って他の漫画に書いてある、はい、なんかね、学びっていうか、うん、教訓みたいなのは、うん、ワンピースでいいかなみたいなのがあって、全部売ってワンピース棚を買ったんですよね。あ、棚を買ったんですか。そう、棚を買ったです。ワンピースだけを収める棚を買おうと思って、はい、そこから本格的にハマった感じですね。あ、なんか意外ですね。もっとめっちゃ早くからめちゃくちゃ読み込んでるのかと思って、うん、読み込んではないですね。中学校なんで始まったの。あ、まあそうかそうか、うん、そうですね。でもすげえなんか貴重な話聞いやいやワンピース棚があれだったんですね。そうなんですよ、きっかけはそうですよね。僕もまあ気づいたらしいんだからね、うん、でも多分本格的にめちゃくちゃうわもう詳しくなろうと思ったら多分本当に僕はもっと遅いですよね、だからね、うんうん、僕は本当好きで読んでただけだったんで、うんうん、だからそれを思うとでもだからめっちゃ前ですよね。ウォーターセブンって言ったらもう今から十何年ですもん ね、 だから、ね、だからもう今ツイッターで新刊が発売されるまであと100日とかつぶやくじゃないですかカウントダウンするのも、はい、スリラーバーグ編でもうやってるんですよね。やばいな、その辺そう思うとすごいな、そのだからやっぱりワンピースマニアの先輩なんですよ、だから僕からしたら本当に、うん、いやだからそれをずっと続けてるのもすごいし、うん、でもまあでもそんだけの魅力がやっぱあるんだよな、ね、ワンピースはっていうのも感じますよね、うん、読んだら読んだ分だけご褒美があるような漫画じゃないですかめっちゃわかる、特にもう最近とかそうですよね。そう、今もロジャーとおでんの話とかっていうのはいろんな島とかね、はいはい、行くじゃないですか。あ、見たことあるとか、はいはい、白ひげ海賊団の傘下とかが出てきてこいつこんだけいたんだみたいなのがね、あの時読み込んでるからこそ今わかりますもん、ね、エポイだやとかカルマとかこう出てきた時にパッとパッと面白いのは多分覚えてる人なんですよ。そうですね、読み返すっていうか、うん、なんかのサイトを見て、うん、面白さに気づくっていうよりも、うん、読んだ瞬間に面白さがこうダイレクトに飛び込んでるようにしたかったんでずっと読んでるって感じですね。めっちゃでもだからそこ最初に言いますけど、そのスタンスがマジでリスペクトだと思ってそのほんとにかく小田さんが書いたワンピースを 100% 楽しんでやろうっていう、うんうん、あ、やっぱすげえなこの人ってやっぱ思ったんですよね、うん、僕やっぱりその詳しくはなかったんですよ全然、うん、そうですよね、最初会った時はそんな大好きな人っていうイメージだったんですよ。そうで、なんかやっぱね、うん、見てくる方からしたら詳しいって言ってもらえるんだけど、うん、いや僕からしたら全然、いやいや俺こういう人たちがいるからいやいや、マジでそっからね、うん、やっぱもう勉強してっていうか覚えて、そうですね、ビブルカードとかね、まあ、携わって、はい、ナレッジキングも出るっていうまでなるのはね、すごい、まっすぐ、そのまっすぐさはね俺にはないから、すごいなと思います。本当にやっぱこのね、先人たちって言ったらあれですけどその先輩方の背中を見てまあ、ね、あ、ちょっともっと詳しくなりてえって思ったんで。じゃあ、その、はい、いつもどのくらい読んでるんですか。いつもはですね、はい、だから僕通勤で読むのがベースなんですよ、はい、あのバスで見られてるみたいな、バスで終点に家を買ってるんですよでそこだと座れるじゃないですか絶対で一番後ろの席で邪魔にならないところでずっとこう読むっていう、はい、そうすると奥さんにも読んでる姿見られないんで確かにイラッてされないじゃないですか奥さんね、家事で忙しい時に
家は家帰ってちゃんと家事とかやった後に、はいはい、こう寝静まったら読むんですけど、はい、基本は平日ですね。行きと帰りに 1,2 時間は絶対取れるんで、そこで読み返してるって感じですね。すげえ。基本じゃやっぱコミックスですか？そうです。まあ月曜日はジャンプも読んでみたいな。そのジャンプをさ、今お家にいっぱいあるじゃないですか、はい、あれとかはそんなに、まあこの間動画で読み返してましたけど、あれジャンプで読み返すというか、やっぱコミックスを基本的に見返すのはコミックスで、ジャンプを撮ってるのは僕の老後の楽しみのために撮ってるんですよ。おっしゃってましたもんね。そう、この間ちょっと動画で撮ったんですけど、はい、見比べてですね、コミックスと見比べて違いがあるんですけど、はいはい、それを、まあ、60歳とか仕事辞めた時に、はい、老後で楽しむために置いてるって感じですね。むちゃくちゃ楽しみありますもんね。そうだってやっぱあんだけあったら。そうなんです。全部あるんですか、やっぱジャンプ。今ですね、うん、途中が抜けてるんだけど、それもいただく予定にはなってるんですよ。いや、マジで床抜けますよね。マジで床抜けます。この前計算したら1トンあるんですよ。いやー、ちょっと待って、思ったよりあった。そう。1トンあるんですか？ 1トンあるんですよ。言っていいか分かんないですけど、何階なんですかね、お家の。2階です。じゃあマジでやばい。マジで抜ける。だから倉庫を買うか、はい、なんか家を借りるかしないといけないですよね。場所を借りないと。そうです。でも家に置いとかないと見返さないじゃないですか。まあまあそうっすよね。どっかね、閉まっちゃうとね。そうですよ。収集したいわけじゃないですよね。楽しみない、楽しみたいがために置いてるんで。いや、それ超置いときたいんですよ。もうそのスタンス、うん、まあ集めて終わりじゃないとこがやっぱいいっすよね。まあそうですね。なんか僕も単行本とかは別にボロボロになったら買い替えればいいと思ってるんですよ。もう初版とか別にいいんですよ、僕。そっち派です、僕も。もうなんか別にコレクターじゃないんで。なんか綺麗にしときたいというかは、もう読み潰しボロボロにしてやろうぐらいの。そうです、受験生の。いや、めっちゃわかる。マーカーとか引きたいですもん。でも付箋とかやばいじゃないですか。でも同じです、僕も。結構気にせず、むしろそれあった方が結局自分が楽しむために貼ってるから、そこが第一ですよね。うん、綺麗にしとくっていう。そうですね。全部知ってる人って多分いないです。いないですよね。す、言ってしまうと、ワンピースマニアっていうのは、うん、読めば読むほどいないなって思ってしまうんで。めっちゃわかる。だから先がないんですよ。そう、どん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 追いつかなくなるっていうか、あれ俺こんなこともまだ知らねえじゃんみたいな。そう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 、いっぱいあって、しかもうわ、しかもこことここ実はつながるよ、まだ楽しいやん。そうそうそう、だから今こう普通に読んでる感も、うん、今からまた付加価値がつく可能性ってもちろんあるじゃないですか。新しい最新話が出た後にね、うわ、ここ繋がってたんかみたいなのが、そういうご褒美があるんで読み返しちゃうっていう感じですよね。いや、わかるわ。新しいのが出れば出るほど、うん、あ、発見がまだあるみたいな、うん、しかもこれ恋に書かれてるじゃないですか。それがね、憎いなっていうかね。いや、小田さんやってくれる。行きすぎますよね。面白い。いや、それを一人でやってる小田さん、やっぱそうなんですよ。そこですよね、やっぱそこに行きますよね。絶対こうファンって小田さんの頭の中ってどうなってるんだろうって思うじゃないですか。マジです。多分だから2人か3人はマジで分身できてんじゃないかみたいな。なんかね、そういう感覚になるよな、マジで。じゃあなんかそうだ、せっかくなんで、うん、読む時になんかめっちゃ意識してることとかってあるんですか？まあ、1回目は本当に普通に読むっていう感じですね。楽しむ、ね、うんうん、ストーリーを楽しむですね、はいはい、で僕もこう見返してるんだけど、基本的にストーリーを楽しむっていうのが一番ですね。じゃあまあやっぱりこれ聞かなきゃと思うんですけど、はいはい、何編が好きなんですか、神木さん。編難しいっすよね。なんかツイッターとかで見、はい、見たのは、いや、もう本当にその時読んだとこみたいな。まあそうです。その時読んだとこが一番面白いし、ね、最新話が一番面白いじゃないですか。それそれすごいっすよね。マジでマジでそれなのよ。最新話が一番面白いっていうのがすごいと思う。そう。一番ワンピースに感化されたのは空島編ですね。まあ、ハマったのはもうちょっと後なんだけど、はいはい、あれワンピースなんかすごいなと思ったのは空島編ですね。へー。今でも思うのがもう本当にザ・ワンピースって感じがするんですよ、あそこは。まあ私、まあ冒険も詰まってね。冒険感もすごいし、ロマンあってみたいなね。ロマンあって、空だし、楽しいし。いや、あの当時空行くなんて誰も考えないですもんね。そうそうそう。それまで空に行くっていう物語がドラえもんとかですね、うん、はいはいはい、いろいろそういうの見てきてたけど、うん、言ったらそこの空で何をするかって言ったら、うん、そこにすごいある綺麗な宝石を奪い合うとか、はいはいはい、鳥の形をした人たちと戦うとか、はいはいはい、お姫様を奪い合うっていうそういう物語をなんか今まで僕はそれをなんか当たり前だと見てきたんですけど、そうですね、うん、ワンピースって土を取り合うじゃないですか。いや、ほんと土ですよ、バースっていうけど。その辺にある土を争うがためにやってるっていうのがすごい、なんかなんていうんですかね、私学世界史みたいな、うんうんうん、その価値観を人によって違うっていうのを見せつけられたのがすごいな、漫画でこれをやるかっていうのをすごい見せつけられたなと思いましたね。そこでも確かめっちゃわかりました、うん、いや、土いっぱいに持って帰るって意味がわかんないですもんね。土リュックにね入れるとかさ、ね、普通の漫画のね、そのなんていうんですか、そのファンタジーとか入れるのって絶対雲を持って帰るね、うんうん、雲が争うとかね、うん、そっちになるのが土ですもんね、うん。いや、めっちゃわかりますそれ。あれはね、だから空島編好きなんですよね。ああ、そうなんですね。で、ちゃんとなんか今も繋がってきてるじゃないですか。
やばいっすよね。すごい。今読ん空島編読んだらまた違ったよ、ね、感覚で読むじゃないですか。絶対あります。それはすごいですよね。いやーすごい。ちょっと言われたら空島編ちょっと最近はまた読んでないから読もういやこれありますよね。だから話してまた読み返したくなるってやっぱすごいですよね、うん、あそこ読み返したどこでも読み返したくなるのがすごいですよね。本当にそうです。あここそうだ最近読んでないから読みたいみたいなやっぱありますしね、うんうん、どっから読んでも面白いし面白い、うん、はい。ちょっともうこれ延々とやれちゃうんで今日はここまでではい、したいと思います。ありがとうございました。はい、今日ねこの後神木さんといっぱい動画撮ってきますので、はい、ぜひぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。そして神木さんのチャンネルにもスーパー神木関連にでもですね、コラボ動画上がりますのでぜひそっちも見てください。よろしくお願いします。はい、今日も見てくれてありがとう。また見てね。明日も楽しもう。またね。